いいらっしゃ行くわよ。えー、私に見とれちゃった痛かったごめん遊ばせ。ああ、生意気ね。蝶のように舞。うふふ、お世辞がうまいわね。でも、手加減はしないわよ。あら、いい男。でも、アンディほどじゃないわね。はーい、お兄さん。元気知らぬい流星と知らぬい舞。参ります どうしてこんないい子があの兄貴の妹なのかしらあなた、キース嘘でしょ相手にとって不足はないわ。本当に実の妹さんなの近頃まともな新人が少ないわね。時代に流されるほど弱い女じゃないの、おあいにくさま。知らぬいまい。参ります私を本気にさせることができるかしらんメタトロン財団主催の間違いよね 物騒な主催者ね。残念。もう少しで完全にとどめをさせたのにな。仕方ない。今度会ったらちゃんとお返ししましょう。ようやくお出ましね。常連の私を待たせるなんて、新人さんのくせにいい度胸じゃない覚悟、ね今更あなたなんかに言われるまでもないわ。覚悟ならできてる。だって私、常連ですもの。ご冗談。それはこっちのセリフよ。 勝負あったわね。それじゃあさよなら、新人さん。あなたが何を知ってるのか、私にはわからないけど、忍びが死を恐れたら、それはもう忍びじゃないわ。わかってないわね、あなた。一体何が待っているのかと思えば、ずいぶんと静かじゃないここが決勝戦のステージなわけあなたがクシエル。何よ、それ。はーん、なるほどね。 彼女が色々と言ってた意味がなんとなく分かったわ。あなたがろくでもない人間だってことくらいはね。一体何のためにこの大会を開いたのあらやだ。初対面のレディーに向かって大胆発言ね。でもおあいにく様、ま。あなたみたいな男、タイプじゃないの。あらあら。かっこ悪いわね。主催者さん。今日のところはって、二度目があると思ってるのちょっと甘いんじゃないき、消えちゃった嘘 やだちょっと冗談じゃないわ賞金はどうなってんのよもうああ賞金が手に入ったらアンディと二人っきりで旅行にでも行こうかって思ってたのに。っていうかそもそもどうしてアンディがいないのよ自分を見つめ直すだかなんだか知らないけどこういう時くらい山を降りてきたっていいんじゃないのそれともこのまま千人にでもなるつもりなのかしらそう言ってるうちに。 なんだかだんだん本気で腹が立ってきたわもう何もかもがアンディのせいって感じわけのわからないやつが出てくるのもそいつがいきなり消えちゃったのもそれに賞金が1円ももらえなかったってことも全部アンディが悪いのよ頭きたこうなったら次の大会は何が何でもアンディと一緒に出場してやるわ今すぐ乗り込んでってイエスっていうまで離れないんだからあなたはお前ですって あなたいくつよ。目上の人に対する言葉遣いがなってないわね。そういうあなただってガキじゃないの今の技は、確か伊賀流。あなた一体何者くっ、待ちなさいよ。私はまだなんだか面倒なことになっちゃったみたいね。そうね。今度は不覚を取らないつもりでここまで来たけど、あなたの方がそれどころじゃなさそうね。あら、私のことまで心配してくれるの 意外に可愛いところあるじゃないなんだかんだ言って。まだまだ子供だけど。次は本気で相手してあげてもいいかも。ね。